ハレルヤ、皆さんお元気ですか？今回の聖書はルカの福音書15章14節15節でございます。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。先週ルカの福音書の15章に3つの例えがあることをお話しましたね。失われた羊、失われた銀貨、失われた息子、それで失われた息子、つまり放蕩息子の例えをお話ししましたね。つまり人間はですね、神様に対して放蕩息子ですね。本当は人間は神と共にいるべき存在として作られたんですが、なんと神から離れて神様に背中を向けて生活しておりますね。その原因はどうしてですか？創世記の一章にちゃんと書いてありますね。アダムは神の子供として作られて、神の恵みによって生きておくべき存在でしたが、なんと神を捨てて勝手な人生に入りましたね。これをイエスは放蕩息子を例えたですな。わかります？でそういうので、人間は神に対して放蕩息子ですね。で放蕩息子とは第一番目に親の子を見れないと宇宙を飛び出しましたから。だからここに人間が神を見ることはできない理由がありますね。そのことを先週はお話しいたしました。そしてこの放蕩息子がどうなったんでしょうか？何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。ついに彼はですね、すってんてんになってしまったですね。初めから放蕩身を持ち崩したっていうんだが、相当ゆとりがある生活してたんですな。なんでゆとりのある生活してたんですか？お父さんの財産をもらって家を飛び出したからですよ。これを一般恩寵って神学的に言うんですね。神なかなんだと言っても神の恵みに預かってるんですよ。これ一般恩寵って言うんですね。神は神を信じようと、神を否定しようと同じ恵みを与えるんですね。同じ日を昇らせ、同じ雨を降らせてください。これを一般恩寵っていうことを先週お話しいたしました。もう一回読みましょう。マタイの5章の45節。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。神を信じようと、神を否定しようと、同じ日を昇らせ、同じ雨を降らせてくださるです。神様はね、なんと恵み深いんでしょうか。これ一般恩寵っていうんですね。ですからこういうわけで、人間は一般恩寵のゆえに楽しい人生でやってるんですよ。一般恩寵ってのは放蕩息子が放蕩先で楽しく生きれる恵みなんですな。でもこれによって天国に入れないの、救いに預かれないの。救いは特殊恩寵って言って、いつも十字架ですね。いつも十字架におかれになったのは人間の罪の責任全部背負って、神の刑罰を身代わりに受けてくださいました。ですからイエスを信じたら罪許されて天国行きですな。クリスチャンというのはイエスを信じた人、つまり罪許されていつも天国に凱旋できる人なんですな。わかります？そういうのでこれ特殊恩寵というんですね。それでクリスチャンは2つ持っている。一般恩寵と特殊恩寵。一般人は一般恩寵しかないんですな。わかります？だから公平な神様が先週話したように、一般恩寵しかない密者に一般恩寵を豊かに与えてくれるんですね。祈りもしないで大きなビル作ったり、橋作ったりね、ダム作ったり、祈りもしないでやってるんですよ。でクリスチャンたち一生懸命祈ってやっと元気がする小さな教会堂作って、ハレルヤっていう感謝してるんですな。もう祈りもしないで未信者は大きなことをやりますよね。これ一般恩寵って言うんですね。で一般恩寵のところは減るんですよ。いいですか？この14節、何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるのを困り始めた。一般恩寵っていうのは自然の恵みも一般恩寵なんですね。大自然の恵み、
いやー、大自然で見るだけで恵まれるでしょう。すごいですね。昨日私たちは夜、一緒に兄弟と一緒に、町に行って帰ってきたんですが、金も一緒になって。お月様が綺麗でね、まんまるで、ああ、綺麗だな、綺麗だなってね、感動するんですね。わかります？これ一般王朝って言うんですよ。自然界の恵みもそうですね。実は私たち、イタリアの世界会議に出た後、ローマのね、石の国の運転でですね、アルプスの三日間見たんですよ。いや、綺麗でしたね。あれいっぺん見るべきですよ。どんな人間でもね。もう文句なしに神を賛美しますよ。神の創造をすぐにもう結びつきます。神の創造とね。わかります？ああ、神はお作りになった死ねはなんて麗しいんだろうと思いますね。感動しますよ。見るだけで。満月を見るだけで感動。またアルプス見るだけで大感動ですね。生きていてよかったみたいな大感動ですよ。ああ、見れてよかった。それは一般王朝なんですね。自然界の恵み。この大自然の恵みもですね。それはね、なんと、減っていくんですよ。夜の終わりが近づくと、それに問題が起きるですね。わかります？マタイの福音書、24章を読みします。24章3節。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や夜の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。世の終わりの時は絶対禁止されないの。何年何月何日って絶対禁止されないの。わかります？世の終わりの日は。わかりますか？これ神様は禁止しないですね。ですが、いつもおっしゃったように、誰もその日はわからない。定まってますけど、その日は禁止しないですね。24章の35、36を読みします。この天地を滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただし、その日、その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけは知っておられます。で、こういうわけで、何年何月って絶対禁止しないですね。ところが、イタハはね、よくこれ間違うんですよ。禁止しないのよ、分かったとか言ってね。そういうので大失敗しますよね。わかりますか？ですから、分かったのが言ったらダメですな。禁止しないんですから。しかし、印は現れるんですね。で、その印について聞いたのですから。3節。24章3節。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時は世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。前兆について聞いたですね。印は現れるの。近いぞっていう印ですね。そこでイエスは彼に答えて言われた。人に惑わせないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。まず、世の終わりの前兆はね、偽キリストが地上にいっぱい現れるんですが、本当のイエスは天に現れるんです。再臨のイエス様、主だ、ね、イエス様だと天に現れるんですね。わかりますか？ですから、そういう前兆の主を見るんですね。この話をした時、京都でね、席の後、一人の兄弟先生に質問があります。京都時代はね、席終わったら必ず質問に来るんです。学生たちがね、グループに来たり一人に来たり。これで一人の兄弟生がやってきて、先生、最近の席ありがとうございました。ただ言って分かんないこともあったんですが、イエスは天に現れたら全地のような同じ方向に主を見るって言ったんですけども、地球は丸いので裏側の人見えないんですけど、こう言ったんですね。で、私、笑っちゃって、あーってね。神様はね、天の天もお入れできないほど偉大なお方、宇宙を超えた偉大なお方なの。わかる？その主が現れたらね、地球、丸い三角関係ないの。もう、地球なんて大自然と、どこにあるかわかんないから小さいの。我々の住んでる地球。星雲がいっぱいあって、その星雲の一つね、わかる？その一部に太陽系があって、その
ちわずかの小さな惑星が地球なんだよ。だからね、全宇宙から見たらね、もう地球はどこにか分からない。だからね、これ奇跡なんだよ。ね、反対側と表側とはそんな関係ないの。ね、主を現れたら主だとみんな同じ方向に主を見るんだ。分かったかった。ありました！なんか言ってですね、ね、大宇宙から見たら地球なんかゴミくずよりも小さいですね。分かります？ですが、そういう意味で主が現れるというか、奇跡なんだ。みんな同じ方向にイエスを見るんだ。主だ！ね、分かりますか？です。だから本当にその天に現れる。でもその前にですね、その近いぞという印として地上に偽キリストがいっぱい現れるんですね。その最初の文鮮明で、統一教会の文鮮明、私は再臨のキリストだって言ってるんですね。もうよく見たもんだ、あの顔でね、もう自分の顔鏡で見てから言いなさいって言ってるくらいですね。あんなのイエスまでだったら絶望ですよ。わかります？そういうのはね、なんと観光に30人くらいいるそうです。ある韓国の牧師さんに聞いたの、ね、大変だね、あの観光も文鮮明みたいにいてって言ったら、先生あんなのが30人くらいおりますって言いましたね。もう文鮮明もういなくなりましたけれども、そうあんなのが30人くらいおるんですね。わかります？日本にもおりますよ。あの私の父は本の収集家で、もう恋愛小説のみならずですね、哲学、宗教まで持ってましたね。私のうちは大学に行けなくて、すごい人生損したんですね。大学さえ出てればっていう目に何とかあってね、もう子供たち、男は全部大学に入れるって決めてたんですけど、その代父は本を集めたんですね。だからうちは図書館みたいだったんですよ、いっぱい本があってね。今は珍しくないけど、当時は珍しかったんですよ。だからよくみんなね、うちに本読みに来たんですよ。読ませてくれって。内容みたい。あのヨーロッパ文化の恋愛小説読みたいんですよね、みんなね。わかります？で、そういうのをやってきました。まあそういうので私は、まあ恵まれた環境にいたんですけども、その父は宗教書まで持ってましてね、成長の家のメンバーでも何でもないの、生命の実相っていうね、成長の家の経典、20巻全部持ってましたね。私浪人中は、ね、暇だったら、その宗教と哲学書を読んだんですけど、生命の実相ってあれ全部読み通しましたよ。ね、その10巻目に彼はどうして成長の家作ったかっていう物語にも書いてあるんですが、その中にこういう一節がありました。私こそ聖書の黙示録のやがて来たるべきものだと言ってますね。まあ偽キリストですよ。わかります？私こそ聖書の黙示録のやがて来たるべきものだとこう言ってますね。だから韓国や日本にもおるんです、偽キリスト。まして、世界中に数えきれないほど偽キリスト現れてますね。ロシアなんか割と迷信的ですから、いっぱい偽キリストがいるんですな。それからアメリカでもテキサスで変な宗教が起きましてね、武装したんですよ、その宗教団体がね。そこで FBI が取り囲んで銃撃戦になって90人から死んじゃう。これ社会問題になったんですけどね、 FBI なんで、ね、まあ多分武装したとしても相手がね、ちょっとやりすぎではないかって、まあ、問題にもなったんですが、その怪しげな宗教団体の教祖は山中そこそこの若造でね、私はイエス・キリストだって言ってたんですね。だからそういうで、こんなこと今までかってなかったほど偽キリストが現れてるんですね。ということは、世の終わりは近い。ということ。再臨のイエス様はもう近いということですね。わかります？で、そういうで偽キリストが現れる。そこでイエス様に答えて言われた。人に混ぜ合わせないように気をつけなさい。私の名を名乗る者は大勢現れ。私がキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。それは今起きてますね。また戦争のことや戦争の場所を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらのことは必ず起こることです。しかし、終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。方々に飢饉と地震が起こります。これから地震がますます激しくなるでしょう。飢饉も起きますね。わかります？今、信じられないような記録があるんですけど、どんどん森林を切っているんですね。アマゾンの大ジャングルも、もう
人間があちこちこの近代的なあの機械で切り倒してます。前は斧でコンコンやってたんですけどね、今はねトラクター2台大きな太いチーでバーッとね、なぎ倒すそうですよ。そんな方法で今真理を砕いてなくしてるんですね。わかります？人間のエゴですよ。アマゾンのジャングルって大事なジャングルでね、地球の3分の2の酸素を作ってるそうですよ。それを今切り倒してるんですね。わかります？なんとある記録によるとね、毎年毎年大体日本くらいの面積の、日本程度の面、日本という国の面積くらいの森林が毎年失われていくそうです。なくなっちゃう、そんなことでしたらね。一般音調減っていくんですね。わかります？森林切り倒していったらどうなりますか？もう、ほら、明らかな環境破壊ですね。わかります？私、ジャングルって見ましたけど、すごいですよ。あの、カリマンタンのジャングル、あれ昔、ボネオって言ったんだけど、アマゾンに次ぐ大ジャングルなんですね。クビカリ族でのと入ったんですけども、私、驚いたんですよ。船でダーッと散髪という港は、船で上がっていくんですよ、ジャングルの中をね。もう、池ども、もう、ジャングル、森ですよ。なんでこんなに木があるのと思うくらいね。なんでこんなに木があるのと思うくらい多いんですよ。もう、好きなしに大ジャングルですからね。わかります？ずーっと変わっても、まあ、見渡すから木ばっかりですよ。これは大ジャングルですね。いくら切っても大丈夫だと思ってしまうほどあるんですが。ところがね、日本の面積くらいの、面積の森林が失われている。いるって言うんですな。で、これ、本当に環境破壊ですよね。わかります？どんどん一般音調減っていくんですね。わかります？ですから、それで、法と無数の財産がなくなってきたように、ね、一般音調減っていくんですよ。もう、我々はもう今の地球環境見ても大丈夫だと思ってますが、とんでもない切り、アマゾン切り開き、また、カリマンタンのジャングルも切り開いてますけども、どんどん失われていくんですね。一般音調は減っていきます。で、大飢饉が参りますね。大地震が起こりますよ。聖書の約束、また予言通りのことが起きます。で、そういうので一般音調は減っていくんですね。やはり、法と息子もいっぱい財産があったんですけども、ついに彼は使い果たしてしまいました。ルカの15章に戻りますね。使い果たしてしまいました。それが何もかも使い果たしたということで、14節。その国に大飢饉が起こり、彼は食べるのを困り始めた。何もかも使い果たした後で、おまけに大飢饉が起こりまして、この法と息子は食べるにも困り始めました。で、どうしたんですか？食べるにも困りまして、15節。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にあって豚のお世話をされてた。ついに食べるにも困りまして、この法と息子は財産が、もう、お父さんがもらった財産がなくなってきたんでね、食うにも困りまして、彼は食べるにも困り始めた。それで、その国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑に入れて豚の世話をされた。なんと豚飼いになったんですね、彼は。奴隷になったんですよ。わかります？家におれば息子ですね。家におれば。と家を飛び去った結果、なんだこの親父と思って、うちを飛び去った結果、なんと彼は豚飼いになってしまいました。奴隷になっちゃったんですね。身分が落ちたわけですよ。わかります？それで、この百姓の奴隷になったんですけど、この百姓は、いい百姓ですか？悪い百姓ですか？いい農夫でしょうか？悪い農夫でしょうか？16節。彼は豚のためにイナゴマメで腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。いい農夫ですか？悪い農夫ですか？彼が使えているのは。悪い農夫ですね。悪い百姓ですね。しもべたちがお腹すかしているのに、
食べ物を自分与えようとしない悪い百姓の奴隷になった。情け深い百姓の奴隷じゃなくて悪い強欲な百姓の奴隷になったんですな。これどういうことですか。つまり神を否定した結果、人間はサタンの奴隷になったんですね。わかります。アダムは神の子供でした。聖書を読むとわかる通り。ところがですね、サタンの誘惑に敗れて神を捨ててサタンに従うことにして堕落したんですね。サタンに従ったアダムの末が我らです。ですが生まれながら私たちは神様に背中向けて生まれてくるんですね。神に反抗した形で生まれてくるんですよ。だから生まれながら誠の神知らないの。生まれながら偶像礼拝者なんですね。しかもこれはサタンの奴隷なんですよ。わかります。この息子が、この宝刀息子が優位百姓、情け深い百姓の奴隷になったんじゃなくて、強欲な貪欲な百姓の奴隷になった。主名たちがお腹空かせて自分に食料を与えようとしない百姓の奴隷になりました。まさにサタンの奴隷。人間はどっちかなんですね。神の子供か、天地万物を作り魂神の子供なのか、それともサタンの奴隷なのかのいずれかなんですよ。もし神の子供でなければサタンの奴隷なんですね。わかります。まさにサタンに支配された人生ですよ。サタンの奴隷であるように死んだらサタンのところに帰っていくんですね。地獄行きの人生ですよ。それを薄々感じるのはね、この死のことを目の前にした時なんですな。人間の死を現実に目の前にした時に恐れるんですね。私前に話して、入院に帰ってきて、大宮の片柳福音自由教会という教会の牧師になりました。これは片柳村にあって村の教会なんですね。で合併されて大宮市になったんですけれども、その片柳村の PT 会長になったんですよ。子どもたち中学、片柳中学に通ってましてね、そしたらその PT の選考員4人がやってきて、おかげさんお願いします、 PT 会長になってくださいって言って、いやいや私ね、病気で倒れて帰ってきてね、やっと牧師の仕事してんだから、ね、余計なことできないのってお断りした。次の年またやってきてね、僕らさんお願いします、 PT 会長になってください。なんで来たのかというと、彼ら誤解したんです。私大金持ちと間違ったんですね。だって外国がいて子供知りもいるでしょう、絶対金持ちだと思ったんですね。それで帰ってきた。どういうことかというと、その片柳地区はね、7部3部でよそ者の多くだったんですよ。とか PT 会長は相変わらずね、地元の人なんですね。なぜかというと PT 会長の役割は校長と教頭に酒飲ませることがね、役割なんだってよ。だからね、余計な金持ってないと当然付き合いきれないでしょ。でよそ者っていうのは大抵創価会か共産党の人たちが多くてね、うち作って論があるでしょ。それ論解するの大変ですね。共産党ってすごいですよ。3分の1くらい捧げる人が多いですから、給料のね、許可の自分の人じゃないですよ、3分の1くらい捧げる人が多いですね。それで支えてるんですよ。わかります。でうちは作った論はある、しかし共産党に捧げないなんですよ。また、創価会なんてほらいっぱいやっぱ納めますから、お金をね、大変なんですよ。そこでね、よそ者が多いんだけどもね、金持ちがいないんですよね、簡単に言うと。よそ者の中に余裕のある人で、私外国帰ってきたでしょ。で牧師になったよ。で私大金持ち動かしてね、やってきたわけですな。で役員さんと相談したら1年目断ったんだけど、まずやってきた。で役員さんに言ったら、先生やった方がいいですよって言って、地元のことよく分かりますからって言うんですよ。そうでなったんですね。笠井が中学校の PT 会長、それでね、条件出したの、会長になりましょう。ただしね、会長でなければ私もできない仕事だけやります。実務はやりません。実務は副会長にやってもらいます。それでいいですかって。彼は相談してやって、それで結構でございます。
というので、私は卒業式の挨拶とかね、運動会の時の挨拶とか、そういう挨拶やってね、あと自分、何自分やらない、うん。ところがね、校長先生のお母さんが亡くなりました。お葬式ですね。で、私は PT 会長では行かなければならない。ね、そこで聖書を持ってね、聖書を抱えて、副会長3人、連れて行ったんですよ。おったら副会長たち、岡山さんかっこいいとか、何言ってたところでかっこいいとか言ってね。まあとにかく私は行きまして、校長に言いました。校長先生。私は牧師ですから、キリスト教式にさせていただきます。私は牧師ですから、キリスト教式にさせていただきます。って言ったんですね。そしたら校長がね、よろしくお願いします。ただ、口先で、じゃあよろしくじゃなくて、よろしくお願いします。って言うんですね。いや、熱心に頼み込む夏姿なんです。よろしくお願いします。うん、それで私は、キリスト教式ですから、ね、もう、どうするかっていうと、写真があるでしょ、看護犬があって。じっと写真見て帰ってくるだけですよ。じっと見て、座ってね、あ、こんな顔してたのかと思って。お辞儀もしませんね。で、くるっと向き書いて、それ帰ってくるだけですよ。わかります？お紹介はしたことないですね。キリスト教式ですから。わかります？えらい簡単ですね。えらい簡単だけど、キリスト教式にさせていただきます。ですからね、じっと写真見て帰ってくるだけ。で、近所の自治会の方が亡くなりましたね。その時も、お通夜に行きました。私、牧師ですから、キリスト教式にさせていただきます。よろしくお願いします。って言いましたね。どこ行ってもね、じゃあよろしくじゃないですよ。よろしくお願いします。って言うんですね。私ね、あれこれなんかコンピューターで合わせたみたいね。えらい熱心だ。つまりね、みんな考えてるんですよ。死んだら天国と地獄と軽く言うけど、本当にこの人間は行くのかなと思うんですね。あんだけ悪いことして大丈夫かな、あんだけあいつ悪いことしてたのに、人を騙してたのに、あれで天国入るのかな、あれ地獄じゃねえか。ね。そこに牧師がやってきたんですね。まあ、キリスト教の道理も、もう、修復の道理も、よろしくお願いします。なんか、とにかく天国を送ってください、みたいな、そんな、もう熱心ですね。皆さん、いざとなったら、人は死のお目の前にしたら、これはもう大変なことよ。皆さん、神の子供なのか、サタンの奴隷なのか、いずれかです。どうぞ、神の子でなければ、神の子になってください。そうしなければ天国に凱旋できません。どうしたらいいんですか？イエスを信じることです。イエスは神の御一人のです。御一人は、イエスは我々の罪の責任を全部背負って、神の刑罰を見返りくださいました。イエスはどんな人のイエスを信じたら、罪許されて天国に行きですね。つまりイエス様が人間の代表として、人間の罪を背負って神の刑罰を受けてくださったからです。ですから、イエスは死んだものは全て罪許されて天国に凱旋できます。最後の一つの聖句をお読みいたします。第一コリントの15章をお読みいたします。45節。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。この最後のアダムというのはイエス様ですね。アダムは大失敗しました。神の前に立った時に、サタンの誘惑に呼ばれて、神を捨てて、サタンに従って堕落しました。だから我々はその子孫ですから、生まれながら神に逆らっております。しかし、最後のアダム、つまりイエス様がおいでになって、神一人がおいでになって、我々の罪の責任を全部背負って、神の刑罰を身代わりに受けてくださいました。ですから、イエスは信ずる者は誰でも罪許されて、天国に凱旋できます。神の子供になれます。どうぞイエスを信じて神の子供となって天国に凱旋してください。このテレビもそのために用いられた幸いであります。お祈りいたします。天の父を感謝します。最後のアダムイエス様が来てくださいました。で我々の罪の責任を全部背負って神の刑罰を身代わりに十字架上で受けてくださいました。それゆえにどんな人でもイエスを信じたら罪許されて天国に命ですとなります。神の子供となります。どうぞ多くの人たちがサタンの奴隷から解放されて神の子供になれるようにこのテレビをそのためにもお持ちください。
ますように、主よどうぞ日本人を歩いてくださって、イエスは信ずる信仰を一人一人にお与えください。そして見事な天国行きの人生としてくださるように、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。では来週またお会いしましょう。